とはいえレスナの話じゃ、あの雪道は相当手強いよ。協力者はいた方がいいね。そうね。誰に頼めばいいかしら。とりあえず一遍アトリエに戻ってみるか。なるほどね。でもごめんなさい、当分体が空きそうにないのよね。そんな。ちょうどエスティの後を追って大陸の東部まで行かなきゃいけないところなのよ。何かあったの？この周辺で魔物が随分活発になってたでしょ。実は東部の地方でも同じことが起こってるらしくてね。それで調査に行くってわけか。じゃあ仕方ないね。ごめんなさい、こっちも緊急の依頼でね。先行したエスティは現地での対処を始めてるはずよ。それも大変ね。ハイディ、私たちどうしよう。誰か他に心当たりある？腕が立って知らない場所の調査も得意な人でしょ。そうだ、ちょうどそういう仕事にうってつけな子たちが来てるの。紹介しましょうか。本当？二人ともちょっと来てくれる？マリオンさん、どうかしましたか？新しい任務ですか？ええ、二人にちょっとお願いしたいことがあるの。あ、はい。バレリア、ハイディ、紹介するわね。この二人は元の世界での私の部下なのよ。はじめまして、私はエスカメイディです。お二人のお話はいろいろ聞いてます。自分はリンカです。剣士なので腕にだけは自信があります。それじゃあとはよろしくね。詳しい話はこの二人から聞いてもらえるかしら。シュネール州にある雪原で採取をお手伝いするということですね。マリオンはああ言ってくれたけど、頼めるかしら。もちろんです。大変な場所での採取は結構経験があるんですよ。私自分もマリオンからの任務を断る選択はありません。ロジーさんもシュネール州での任務で頑張ってますしね。ロジーってエスカたちの仕事仲間なんだっけ？はい、私同僚として少しでもロジーさんの力になりたいなって思ってたんですよ。ですから私にできることがあれば何なりとお申し付けくださいね。自分にも何でも言ってください。あ、ただ書類仕事は勘弁してもらえると。あ、そうだった、書類仕事以外でお願いします。さすがに書類仕事はないな。よかった。お二人はアーシャさんやニオさんともお知り合いなんですよね。うん、とってもいい子たちよね。ニオさんはうちのリンゴ園を手伝ってくれたりしてとってもお世話になったんです。へえ、リンゴ園か。リンゴのお菓子なんかを作ってみんなで食べたりしてました。それ美味しいの？ええ、エスカのお菓子は絶品ですよ。一度食べてみたいわ。自分はこれから向かう北の地方の料理にも興味があります。楽しみにしてて、すっごく美味しいのよ。本当ですか？なんかこの二人雰囲気似てるよね。言われてみれば。ともかく、北は大変な状態なんだから、私たちはちゃっちゃと素材を集めなきゃ。
わかった？そうね、レスナも待ってるんだもん。頑張りましょう。守りを固めるぞ。すぐに次の奴が来る。死に遅れを取るな。人の民の頑健さを示すぞ。怪我人は無理をするなよ。後ろで手当てしてもらえ。魔物の襲撃激しいみたいね。ユナさんとロジーがいるから落とされるようなことはないと思うけど。最初に出発する前に少し手伝っていきましょうか。よーい、さあ。ルジーさん、私も合わせます。エスカか。こうやって一緒に戦うの久しぶりですね。そうだったか。エスカ、次の魔物が来るぞ。おお、はっ。自分もいます。リンカさんか、心強いな。よし、この辺の魔物を押し返すぞ。はい、ロジンさん。頑張りどころだ。はい、行きます。いつでも行けるからね。負けません。負けませんから、私を信じて。えっ、崩しました。参ります。怖くなんてないもん。本気で行きます。いつでも構いません。焦らず行こう。本気で行きます。負けません。危険要素を排除します。キル、カーン。手加減なしです。やってやるさ。はい、秘伝の技見せてあげます。調子はバッチリだよ。次の一手はどうするか。これを、ちょっと、助かります。そろそろ仕掛けどころかな。私が守ります。やってやるさ。次の一手はどうするか。やってやるさ。一気に片付ける。みんなお願い。力が抜ける。本気で行きます。いつでも大丈夫。今すぐ指示を。じっくり攻めていこう。負けませんから。次の一手はどうするか。落ち着いて私を信じて。これで勝機。いつもより動けます。本気でいきます。じっくり攻めていこう。いつでも構いません。障害を投げ払います。キル、時間だね。手加減なしです。はい、気をつけるばいい。私たちの元へ勝機。みんな手伝って。今すぐ指示を。手勝手に。おー、助かります。大技、いつでも参るよ。やってやるさ。いつでも大丈夫。次の一手はどうするか。熱風のごとき剣技、反応してくれ。
渾身の一撃参る。これでしまいだ。そろそろ終わりにしよう。終わりにしましょう。私が守ります。どうしよう。次の一手はどうするか。落ち着いてじっくり攻めていこう。負けませんから。私を信じて。えい。素晴らしい動きです。体に異常が。焦らず行こう。気をつけねば。前に出ます。危険要素を排除します。キル。一回行きましょう。本気で行きます。私には守りたいものが。だから邪魔しないで。みんな準備はいいかい。みんな手伝って。いつでも大丈夫。これをって、あ、ちょっと、助かった、うん、そろそろ仕掛けどころかな。いつでも行けるからね。次の一手はどうするか。えい。鮮烈なるこの技、ね、見切れるかな。これは全準備完了。いつでも行きます。いつでも行けるからね。全力で行きます。はっせいはー。この一撃で決めてみせます。今が攻め時で。みんな手伝って。手勝手に。おー、ありがとうございます。これでは力が。負けませんから。どうしましょう。私が出ます。みんなお願い。大技いつでも参るよ。烈風のごとき剣技反応してくれ。渾身の一撃参る。これでしまいだ。勝利の味はいいものだね。魔物はあらかた片付いたようだな。そうですね。次のが来るまで少しは息をつけそうです。よし、休めるやつは交代で休んどけよ。みんな手を貸してもらって助かったよ。ロジーさんは休憩しないんですか。ああ、またいつ魔物が襲撃してくるかわからないしな。ダメですよ。せめて交代で休んでください。もしものことがあったらどうするんですか。いつも無茶してるお前には言われたくないけど。分かったよ、そう心配するな。それよりエスカはこれからバレリアたちと採取に行くんだろう。お前の方こそ油断するなよ。はい、ロジーさん。皆さんもくれぐれも気をつけてくださいね。エスカ、休憩するのなら一緒に温泉に行きませんか。え、温泉があるんですか。この町の名物なんだってさ。この天気で客も全然いないから好きに使ってくれって。はい、私も行きます。私、温泉って初めてだわ。寒さで体もガチガチだし早く行って温まろう。体の芯まで温まります。泳いだら気持ちよさそう。泳いじゃダメですよ。でさ、ロジーってエスカとはどういう関係なの。どういう関係と言われましても、すっごい仲良さそうだったし、ありゃただの同僚ってだけじゃないよね。
ロジーさんは私の夢を応援してくれたかけがえのない同僚なんです。そっか、なるほどね。そういうことにしといてあげよっか。ふぅ、のびのびできて気持ちよかったわね。体がいい具合にほぐれましたね。あれ、リンカさん、髪の毛がちょっと乱れてますよ。あ、そうですね。後で整えます、エスカ。ちょっと待った。直してあげるからじっとして。すみません。開いてた。ちょっと。はい、終わり。わあ、ハイディさん器用ですね。うんうん、さすが相棒ね。いつもミナリに気をつけなさいとマリオンに叱られているので、ハイディ助かりました。はあ、リンカ、あんたせっかく綺麗なんだし、そんなとこまで相棒と似てなくてもいいんだけど。これなら移動自体は楽にできるね。って、ちょっとそこの二人、勝手にサクサク行かない。え、何かあったの？二人とも、そんなに早く歩いたら私たちはぐれちゃうかもしれませんよ。それはいけません。エスカ、もう少し早く歩きましょう。もうそれとも私が二人を運ぶ？それは明暗です。いや、そこで意気投合しない。先があることですし、みんなで慎重に進みましょう。採取になるとエスカは夢中になりますから、皆さん覚悟してください。リンカさん、ひどいですよ。そうそう、採取する素材はね。ふむ、